はい、マケオでございます。さあ、お待たせいたしました。マケオのプロジェクトゾンボイド第2幕スタートということで、今回はですね、初めての高難易度設定、アポカリプス目次録の終末世界を生き抜きながらケンタッキー州を一周する旅、第2幕のスタートとなりますね。先日公式安定版リリースいたしましたビルド 41.65 でスタートいたしますと。新しく追加されたルイビルですね。これもね、ちょっと非常に楽しみでございますと。で、今回第2幕は火と銃全面解禁いたします。第1幕は火と銃は使わないというルールでやっておりました。で、今回は解禁。ただ、制限はしておりますと。で、細かなルールに関しては、第2幕の旅のルールですね。こちらは、この動画の前に、アップしましたシャープ0をご確認ください。ルール説明は省略いたします。はい。ということで、もう早速ですね、やっていきましょうかね。はい。目次録。はい、今回はですね、自然保護官、CDDA ちょっと前にチャレンジモードをやってましたけども、こちらでちょっとね、結構気に入っちゃったんですよね、自然保護官。ということで、今回もちょっと一旦自然保護官で行ってみようかなと思います。で、負けよ1号ですね。はい、今回1号から始まっていきます。さあ、何人の負けよが生まれることやら。では始めていきますか。はい、まあ第1幕からね、1年かけて、まあ通常プレイヤーになりましたけど、ようやくね、アポカリプス目次録のこのゲーム、難易度設定で遊ぶところまで来ました。まあこれから長い旅になるかなとは思うんですが、チャンネル登録してない方がおられたら、またこの放送、この動画をね、初めて見る方とかいたらですね、一緒にこのマケオの第2幕を進めていきましょうではないかということで、スタートさあ、ぬるっとぬるぬるぬるっと始まりました第2幕。さてさて、ここがアポカリプスの世界でございますか。ここから始まる。あれ、こんなのあったっけ、壁。あれ、ここ昔なかったよな、ね、こんな壁。記憶ないけど、まあ多分あそこら辺だよね。まあいいか。はい。で、今回ですね、マルドロからのスタートとなりましたね。はい。で、マルドロから、順々にいろいろ街を一周、ケンタッキー州一周していきますので、で、最初の街の、このマルドロのミッションなんですけども、まあ、アポカリプス目次録のゲーム難易度、これ、初めて、マケオさん、初めてのトライと。いうことで、まあちょっとね、勝手がまだわかんない。ゾンビがどれぐらいいるかとか、まあそこら辺もまだちょっと見えてこない状況なんで、初見プレイなんでね、俗に言う。なので、まずはこのマルドロからスタートして、まあウォーミングアップという感じですかね。ということで、ミッションはこちら。はい。次の町へ進むための万全の準備、旅の準備を整えよというのが、このマルドローの最初のミッションですね。まずは軽めにね。で、どんどん、町を移動するたびに、ミッションの難易度も、その町のミッションの難易度も上がっていきますと。はい。なので、まあ、最初はね、まあ、ウォーミングアップ、そして旅の準備もね、整えるのに時間かかりますんで、まずはそこら辺で、ゆっくりと準備を整えていこうかなと。いや、結構ね、編集はガッガッガッと、もうショートショートでやっていくと思いますよ。
なので結構スピーディーな感じで物語は進んでいくのかなと予想しておりますが、でこのマルドローはメイン施設的な建物がないので、まあ火はとりあえずこのマルドローは禁止にしとこうかなと、うん、はい、じゃあ行きますか。うわ、初めてのアポカリプス、この世界大丈夫かな。行きますか。ではちょっと改めてね、マケオのプロジェクトゾンボイドアポカリプス編目次録スタートです。この番組はアライグマも夢中になるスピフォズバーガーとみんなの憩いの場ギガマートの提供でお送りいたします。はい、ということでいきますか。まずはそうだね、どうなってんの。デスクトップの音き入ってんのこれ、入ってる。まあ行くか。やっぱりこれやっぱ変わってるな。ん？てかゾンビの声が聞こえた。さあこの初めての街、初めての街違うな、アポカリプスの世界のウェルカムゾンビさん、最初のゾンビさんが今ちらりと見えたね。あれあれ、あ、いや早くないか。そしたらここ多分違うな。あれ、どっから始めてってる？あれ？いや、これマルトロだよね。多分マルトロだよね。開かない。うわあ！いきなりか。いきなり発電機がある。何これ？最高じゃん。まずはちょっと空気、ああ、カバンも欲しいよな。まずカバン、ああ、ちょっと、いろいろ揃ってるね。あ、ちょっと武器がないんだよね。ちょっと鉄ペップ。ああ、もうボロボロだね。まあいいか。メインに装備する。よし。行くぜ。ここを拠点にするか、もう。手っ取り早いね。2階建てだったっけ？ 2 階建てだよね。ここら辺も2階建て。うん。
でまず倉庫に行くか、ちょっと武器とかノコギリとかいろいろ道具を揃えたいんで、さあ、まあ、下行って左側ですね。とりあえず左側まで行きますか。で、途中で車があれば車もチェックしつつ、あ、こんなのあったっけな。いや、こんな壁あったっけ。いや、ここマルドロで、マルドロマルドロなのかな。多分アップデートしていろいろ変わってるんでしょうね。あ、そうだ。時計がない。時計がないわ。あ、ちょっと水もない。どうしようかな。多分そうだよな。こんな壁があるとこじゃなかったと思うんだよな。ていうか丸トローだよね。全然雰囲気が変わってるから。けどこう。いやー、多分あって、うわー、結構来てる、やばい。あ、マジか、やばい、いきなり開幕初手から死ぬ。あぶね。よし、腕時計ゲッチュ。まずは冒険の基本、腕時計ゲッチュで一個だけ布切れを作っときましょう。あー、まあいいか。12時ね。あー、ちょっとペットボトル、水欲しいな。ゴミ袋ちょっとゲッチュしとくか。ちょっと壊れてるね。なんかある。新鮮な牛乳入りシリアル。わ、うまそうやな。食べよう。今のうちに、腐る前に食べていく。まあ、いろいろあるよね。いやー、食べ物めちゃくちゃあるじゃん。シリアルもある。よし。ペットボトルが欲しいな。ペットボトル。ペットボトルゲッチュして、おっと、武器が欲しいです。ん？うわ、なにこれ、めっちゃあるやん。マジで？あ、ちょっと武器が本当にないんだよ。武器が欲しい。どこだこれ。なんかパッ、なんか、マルドロだよねこれ。マルドロだよね。マルドロでよろしいか。おっと、あー、結構いるな。これは、これなんだ。あ、ここね。はいはいはい。あ、じゃあもうここでゲットしましょうか。早速だね。これはなんだ。ここ道具あったよね。マケオさん知ってるけど開かないな。よっ。確か冷蔵庫もここなかったっけ。開け開け、早く開け。全然開かん。開いた。よいしょと。さあ、冷蔵庫ね、やっぱり。マケオさんはね、伊達に第一幕。
やってないよ。はい、何もないと。さあ、武器ですよ。武器、まず、あ、いいね。OK。で、ノコギリゲッチュしとって、ああ、そっか、カバンがないんだ、まだ。これも欲しい。あ、レンチも欲しい。バケツはちょっと今いらん。ジョウロもまだいらん。で、金槌はいるね。あ、おっと、スレッジハンマーもあるな。なんだよ。まあ、サクッと旅の準備は終わりそうですね、これ。いい感じ。そして次の街にサクサクっと行っちゃうよ。そうね。レンチは持った。もうこれぐらいでいいんだけどね。まあちょっと奥も見たいですけど、まあいいでしょう。ボージーマックスク。よし。装備する。ないか。十分十分。一式揃ったよね。レンチと、あと何かいるっけ？レンチ、あ、ドライバー、マイナスドライバーが欲しいです。はい。マイナスドライバーが。スクリュードライバーか。スクリュードライバーないな。飲む。よし、ちょっと休憩しようか。カバンが欲しい。けどもう15時だから、どうしようかな。ベッドがあるとこね。とりあえず、進もう。下の、もう一個あったよね、確かね。なかったっけ？いや、ないな。ここから下行ったら、飲み屋さんがあったよね。発電機あるから、ああ、そっか、とりあえず発電機、電気が止まる前に、飲み屋さんこれか。おっと、車がある。どうだ？周りは？誰もいない？鍵付きお願いします。まあね、ないわな。鍵ないわな。うん。ああ、そっちいるね。まあ、これくらいはちょっと倒しとくか。向こうにもいるんか。ここで一泊しようかな。鍵は落ちてないか？落ちてなさそうだね。あっと、刺さってるじゃない。いいね、いいね。よしよし。ちょっと待って。ちょっと待って。そうだよね。まだレベルも低いし、そんなに、あんまり慎重に動かんと死ぬよな。一応手斧もう一個もらっとくか。さあ車動け。ないと、鍵ない。カバンもない。おっと、ビタミン剤もらっときましょうか。意外とこれ鍵ついてるとか。いや、これどうだ、まあ、ちょっとでも動いてくれればね。
ペットボトルが欲しいんだよな。ペットボトル、ビール、ペットボトルありそうやけどな。コルク抜き、スナック菓子、ワイン。ちょっと待った。うわ、びっくりした。うわ、早い早い。うおー、びっくりした。今やーべ、どっち音がする。え？音がするんだけど。え？いない。いないいない。え？音がしたけどな。え？どこ？どこだ？こっちか。ここだ。いた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 。あー、これか。お、あ、あ、危ない危ない。怖っ。よいしょ、おいで。ちょっとちょっと、おい来ないんだよなこれ。うわーら、危ねえ。もう怖いんだって。よし、オッケー。ペットボトルないか。ペットボトル、あ、鍵があったけど、今こいつの鍵か。あ、戦闘グッズ、オッケー。とりあえずラバージャケット着とっか。よし、ウイスキーボトルか。そっか、ビール瓶にちょっと水入れるか。ビール瓶じゃなくて、あ、これこれ。これで、とりあえず、OK と。1日目はちょっと、どうしようか。ここに、まあ、とりあえず泊まりますか。で、また考えようか。まあ、あそこにスレッジハンマーもありましたんで、一旦ここで、奥で寝ましょうか。7時。まずは今日は、あ、1日目は何した。まあそんなに進んでないけど、スレッジハンマー倉庫で見つけてんで、あれは後で回収して、で大体の道具もゲットしたと。あと車とガソリンと電気が通ってるうちにポリタンクにガソリンを何本かゲットしときたいと。で、どっかに拠点を作りたいですね。で、車で移動しながら準備整えるという感じですかね。まあ、ちょっと疲れてきたんで一回寝ましょうか。どうでしょう。ちょっとロープ張るか。いや、電気がまだつくんだよね、よくよく考えたら。すごいね、電気のない生活ばっかりずーっとこの1年やってたから。ちょっと電気は消しとこう。怖い。あ、そうだ、これだよね。どうだ。
何もないか。これも慣れていかないかんな。マキオさん初めてこれを使いこなさないかんくなりましたからね。よいしょと。じゃあ寝ますか。寝ましょうか。疲れてる？いやー早く起きそうだよね。10時ぐらいかな寝るの。10時ぐらいになるのが一番良さそうな気もせんでもないけど。よいしょ。あー最高だね。休憩を取ります。とりあえずは今日まずは明日はちょっと下の方に行ってガソリンスタンドの方に行きましょうか。でガソリンスタンドでまたちょっと車を物色しつつポリタンクとかゲットして、あとカバンだよね。カバンが欲しいけどこればっかりは巡り合わせだからね。うん、まあ一旦寝ますか。ちょっとだけ早回しするか。あ疲れたね。よし、じゃあ一旦寝ましょうか。ここで、はい、寝ます。今日も忙しいわ。そんな日はあそこに行けば解決。主婦の味方ギガマート、ダイナミック空間、品揃え抜群、あなたのすべてを解決する。はい、5時ですね。いい感じで、起きましたわ。はい。そしたら、食べ物はシリアルが1個だけ。あ、これいらんな。ちょっとこれ、そうして。こっちはいらない。ちょっとお菓子だけもらっていきますか。よし。スナック菓子あってんな。はい。ちょっと水飲んどこう。OK。じゃあ行きますか。よし。どうした？つまらない。じゃあちょっとまずはガソリンスタンドの方に行ってみましょうか。あ、もう早速お腹減ってるやん。ちょっとお菓子食べていこう。またガソリンスタンドにも食べ物あるでしょう。こっちからこうだから、こっちから行くか。あんまりゾンビに会いたくないな。さあ、いるね。まあ、ちょっと倒していきますか。2匹ね、まず。やだー。何か持ってないでしょうか。よし。で、そこに塊がいる。ちょっと中入っていこうか。気づかれるうちに。開かない。開かないか。そうか。よし。いないね。いないね。
いない。よし。OK。で、こっちは ?OK。OK。で、ここも開けておくと。OK。袋入りキャンディー。いや、食べ物があるって幸せだね。あ、オレンジソーダ。よし。じゃあ、これを空にして、水を入れてと。さてさて、どうでしょうか。地図ももらっとくか。ね、せっかくなんで。あら、地図ない。なんだよ。で、オレンジソーダに、あ、ペットボトルありましたね。うん。これ3つもらって、これいらないもん。袋入りキャンディーもいらないんだけどな。まあいいか、もらっとこう。あれ、お菓子ないな。ビタミン剤はあるけど。お菓子、あれ?さすがにか。あったあった。チョコレートもある。よし、食べよう。ピーナッツも食べよう。モリモリ食べちゃう。よし。んで、スナック菓子もゲットしといてと。あれはポリタンクないね。ガソリン蛍光管。あららららら、ら予定と違うな。これはちょっと車のタンクとか、タンクというか。あ、ないわ。車の後ろもチェックしていかんといかんね、これ。何もなかった。よし、車がありますね。あそこにもあるけど、鍵は落ちてないな。ここも鍵は落ちてない。ちょっとボロボロだね。けど、もしかしたら鍵があるかも。よいしょ。よいしょ。ないか。あ、ガソリン入ってないね。あ、あ、鍵あるじゃん。鍵ありましたね。鍵あるけど、バッテリー警告と、エンジン警告と、バッテリー上がってんのかな、これ。ちょっとわからんな。ポリタンクはないか。一応鍵はあそこにあると。はいはいはい。で、そこをちょっと見ようか。あ、鍵、久しぶり鍵持ってるゾンビ見つけた。ってことはこれだよね。いやー、大事だな。あ、あ、あ、やばいやばい。ちょっと一旦、ちょっと。いや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 、マジっすか。スピフォー、スピフォー T シャツじゃないの今の。違うか?違うね。いや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 、これはかなりちょっと期待できる。ああ、これ期待できるな。ああ、え、あ、ガソリンがないだけだ。これバッテリーはあるわ。 OKOKOK。そしたら、ああ、これは、うん、OK。ないかな。ないか。後ろは、そっかそっかそっか。これ状態はどうだろう。まあ悪くはないね。これ。タイヤ変えて、エンジンはもう死んでんな。ちょっとやばいな。まあ、燃料タンクは死んでると。まあ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 、とりあえずは動くか。OK。ガソリンか。ポリタンク欲しいな。ないもんな。こんな、この中にあるわけないしね。
向こうにも駐車場あるからちょっと見てみるか。あ、結構いるな。まあいいか、やっか。気づくんかーい。あ、危ねえ。カーソル気をつけろ。じゃあもう序盤で死んだらいかんぞ。うん。あ、疲れてるな。とりあえずこいつ倒して。まだ9時だよ。9時。まだ9時だよ。よし。飲んでく。疲れ取ってく。しかも座ってく。飲んでく。ドラッグ漬けにしてやるぜ。ここは飯ぐらいしかないからね。うん、どうしようかな。いつら倒して車チェックしたいね。とりあえず車チェックしようか。あ、手袋。ナイス。装備する。装備する。オッケー。じゃあ行こう。ちょっと服装も少しずつパワーアップしていかなきゃね。あ、開かないわ。これ開かんもんね。あ、開くんか。いや、開かんよね。これ開かんよ。いや、壊してほしくないな。うわ、開かない。全然開かない。全然開かない。もう壊してもらうしかないね。まあ、その間にちょっと車チェックしようか。鍵ないよなぁ。で、こいつら鍵持ってるか？一応チェックしよう。さっき鍵持ってたからね。あー、これ分解しとこう。装備？違う。あ、そっか。ドライバー持ってないんだ。鍵は持ってないよな。シャツ、ジャケット。ジャケット着てくわ。よし。鍵はないね。よりとげっちゅうと。で、鍵開ける。トランク開ける。あ、トランクはよりとか。そしてトランクはないか。タイヤ大型があるね。オッケーオッケー。よっ。あ、いった。鍵はない。ないと。ここですか。トランクは。お、おー、スクリュードライバー来た。これで全部揃ったと。応急キット。とタイヤ普通車と、はい、オッケー。さあ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 、序盤はやっぱり楽しいね。うん、もう早く壊してよ。けどここ絶対入ったらブザーなりそうだよね。まあいいか、別に食べ物はいっぱいあるしね。まあ車はダメでしたと。ただ、あそこに一台、鍵付きがありますと。あとか、あ、そっか。あそこ行ってみるか。お、あ、カバン！あー、そのカバンはなんだ？ちっちゃいカバンか。いただこう。とりあえずいただこう。で、これも分解していくと。カバンを背負う。はい。で、ノコギリでしょ。ノコギリでしょ。より糸でしょ。テープでしょ。
キャンディー入れて、ビタミン剤入れて、電子部品した。OK。車下の方に行って車チェックしてみますか。あ、いるな。あ、気づいた。あ、来てんだ。さすがにか、さすがに疲れティングだね。さすがに疲れティングやな。ああ、調子に乗り出してんな。これは調子に乗り出してんな、マケオさん。あんまりここで調子に乗っちゃいかんのだけど。行きたいんだよな、行っちゃいたいんだよな。まだ1時だからね。よし、薬漬け成功、行くぜ。さあ問題はこいつらだよね。ちょっとなるべくこっち側を通って、頑張れー、頑張れ、負けよ。さあ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 、これ帰りがやばいかもね。車の中で寝るか。イベント的なやつはないか。どっかキャンプイベントないね。キャンプイベント、キャンプイベントとかがあったらまた面白いんだけどなあ。あー、疲れてんな、また疲れてんな。さすがに5時起きだったからね。そしてお腹もヘッティングと、あ、車見えてきた。よしよし、ほらね、予想通り。ただ鍵はないだろうね。動く車さすがにないか。ちょっと楽しみだけど、まあ、チェックしていきましょう。これは綺麗だぜ。スピフォー、スピフォーブラーガー。開かないか。スピフォーズバーガー。アライグマも夢中になるバーガー。100% ビーフ。ジューシー。今ならスピフォセットご注文でスピフォ人形が漏れなくプレゼント。これはちょっと待ってよいしょ。んあれ、まあ鍵はついてないよな。鍵閉まってんだからね、あるわけがない。ああ、これだけどめちゃくちゃ状態いいわ。さあ中は、あ、クリーンキャップ来た。これペーパーブラック、ペーパーバッグ来た。あ、食べ物入ってる、イエーイ、やったー、ダイエットを飲む。お腹を満たそうか。配達途中だったんだね。ありがとうございます、いただきます。で、これもう完全に状態いいよね。まあ見るまでもないよね。あ、けど見るけどね。あ、
状態いいね。うん、来てる来てる。ただ、もうガソリンも入ってるね。これはどうだ、鍵入ってないか。そうだよね。ついてんだよね。あー、これ動くやつ。はい、動いた。ありがとうございます。車もゲッチュしました。OK。そしたら、あとポリタンクだね。1億回のやつも見ていこう。あ、ガソリン入れに行こうか、して。あ、見てるか。見てる。あ、いや見てないよ。ラグレンチ見てないよ。さて、だから一旦7時か、7時なんで帰りましょう。はい、ガソリンをゲットいたしました。いいねいいね。順調すぎて怖い。あ、あいつ一人、もしかしたら鍵持ってるやつかもしれん。頑張って倒すか。一人。あ、警察だ。うわ、なんでこいつ。ちょっと待って。あ、多いって。多いじゃない。防弾チョッキでしょ、でホルスターでしょ。何このヘルメット、初めて見た。やばい。あ、やっぱり鍵持ってる。ちょっと待て、どの車、え、オートマチック拳銃もゲッチュ。ちょっと待って待って待って、どうなってんのこれ。鍵、え、どれ、え、警察の車ある、あれ、あそこにもいる。え、警察の車どっかある、え、どれ、ちょっと待って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 、いた、こんなの。やばい。やばいやばい。オッケーオッケー。やばい。ダブルホルスター。嘘だろ。嘘だろ。いいのかよ。やばい。かっこいい。マキオさんがどんどんパワーアップしていく。で、え？警察の車？え？どこ？あ、あそこにも警察。え？なんでなんで、何が起きてんの？どっか警察の車があるんかな？もう疲れてんだよな。手袋もゲットして、防弾チョッキ、警棒もゲット、ホルスターは持ってる、散弾銃もゲットゲット、あ、もう持てない、ま、オートマグナム銃もゲット、やば、え、警察とこ、あれだ、鍵ゲットした。あ、やばい、
マジか。あ、そっ、あ、そういうことか。やばい。これは。ちょっと待って。止まろう。ちょっとこっちで、今日はここで止まろう。うん。もう疲れてるからね。すごく眠いから。多分車、あ、ここで止まろう。この車で寝よう。いないよね。周りいないいない。オッケーオッケー。止まろう。もうさすがにちょっと、オッケーオッケー。ちょっと、ここでと、今日は止まろう。やべえ。やべえ、順調すぎて怖え。あと、カバンだね。カバンゲットして、多分あの、警察の車動くな。ガソリン入っとるはず。いや。という感じで、今回は、以上ですかね。ああ。まあ、明日、次回は、車ですね。警察の車のところ行ってみます。はい。ということで、今回は以上です。それでは、また。さあ、ついに始まりました魔境のプロジェクトゾンボイド第2幕アポカリプス編。この目次録の終末世界のケンタッキー州を無事に一周することができるのだろうか。そして新たな街ルイビルの探索も控え、楽しい、いや過酷な旅が待ち受けている。第2幕本編と同時に第2幕裏ボイドも見逃せない。本編とリンクしたパラレルワールド、裏ボイドの金髪娘と愉快なゾンビたちの物語も見逃さない。こちらも目次録の世界が舞台となる新たなキャラクターも参加して、さらに本編が楽しくなる。これを機会にチャンネル登録ボタンとグッドボタンをよろしくお願いします。この先の負けよの旅を見届けるのだ。次回、負けよ、車ゲットなるか、そして無事、マルドローを旅立つことができるのだろうか。次回もお楽しみに。噛まずに言えた。この番組はアライグマも夢中になるスピフォーズバーガーと、みんなの憩いの場ギガマート、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。